こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。もう、このオープニングでわかるわ。そうか？ちょっと変えてみたんだがな。一緒やん。ナムコだけのロゴから始めていたのを、バンダイナムコのロゴからにしてみたぜ。何か意味あるの？あらへん。もう、いいわ、今回は何するん？今回もプロツアーで戦うぜ。買ってきれたスペシャルマシンを獲得するのね。そうだぜ、それからスペシャルマシンで、デュエルと戦うぜ。今回のスペシャルマシンはどんなんなん？もう、打ち切れ、切れっ切れだぜ。あ、うぷ日の時間ね。黙るぞ。はい、うぷ主、甲骨の時間でした。今回のリッチレイサーズは女性の声の方ね。で、見慣れた画面だ。報告してくれてるのに、すぐ飛ばすのね。うぷ主の性格だな。プロツアーを選択。プロツアーの24をクリアすると。うぷ主大好きエンディングね。そうだぜ、今回はプロツアーの31をやるぜ。何？パックマン。そうだ、パックマンだぜ。パックマンって、あのパックマン？ナムコでパックマンって言えば、決まってるぜ。もう、うぷ主の使う車なんかわかっているから。早くパックマンが見たいわ。うぷ主、早くどんどん決定ボタンを押しなさい。イライラするわ。霊夢、卵巣欠落症状なのか？卵巣は両方とも取ってないわ。霊夢、もう少しだぞ。よっしゃローディング。お、ここはうぷ主大好きドリフトしまくりコースやん。そうや、ここを通常回りと反対回りの2回走るぜ。うぷ主のエキゾーストの音と、変な音聞こえない？おったー。切れた格好だろ。いきなり、速っ。いいよなー、この音楽。そうねー。なんぜ言ってる間に視界から消えたぜ。やっぱり、あんな格好でもスペシャルマシンなのね。いないな。一周目だから、どこかで見えてくるはずよね。楽しい音楽でも聴いて待ちましょう。うぷ主、ニトロが溜まったから、とりあえず使う。ここは何回も走ったから、そろそろ見えそうなもんだがな。いないわねー。トンネルでも追いつかないな。もしかして、前をちょこちょこしてる虫みたいな小さいのかな？やっぱり、あれだわ。やっと、ちゃんと目視できたぜ。うぷ主、ニトロを貯めるぜ。黙って、ニトロを使うが、絶対一周目で追いつけないな。ホームストレートでも、小さすぎてよく見えないわ。見えるのはセンターラインだけだな。二周目に入ってるわよ、大丈夫？さすがに不安だぜ。ニトロを温存するか、使うか悩むぜ。あ、あの小さいの。コーナーを抜けたらよく見えるわ。あの走り方、おちょっとるんか？一丁前に、ドリフトしとる。うぷ主、ニトロを使わずドリフトだけで抜くぜ。ミラーで見ても小さくて見にくいわね。見にくいが、ついてくるなぁ。うぷ主、ニトロは使わず、溜めとくぜ。ミラーに映らなくなったわ。真横にいないだろうなぁ。こういう時にサイドミラーが欲しいぜ。あ、ミラーに映ってる小さいのじゃない？そうだな、ならニトロを使うぜ。引き離して、ファイナルラップよ。おいおい、えらい勢いで来るぞ。簡単に抜かれたやんけ。
このコースの序盤はブラインドコーナーばっかりで、前にいるのか、いないのか、わからんなぁ。あ、いるな、小さすぎてわかりにくいぜ。ほんと、いるわいるわ。ウプ主はコース後半で勝負を仕掛けるんだろうなぁ。なので、今はニトロをできるだけ貯めるぜ。また、横まかしてるけど近づいたわよ。ウプ主、2周目と同じようにニトロを使わずドリフトで抜くぜ。抜いたらすぐニトロを使う。あ、また花火特急。2周目と同じような展開ね。ニトロも2つ溜まったしな。ミラーには映っていないが、最終ラップなんて、どうでもいいぜ。あとはニトロを使うのみね。そうだぜ、早めに使うぜ。ウプ主、ここからニトロを使う。勝ったわ。勝ったな。冬月構造か。よくわかったな。まあ、わかる人だけわかればいいぜ。おお、なんか新鮮な光景だぜ。いきなり加速がすごいぜ。レシプロエンジンと電気自動車のスタートみたいね。当時は想像もしなかったろうな。しばらくは、ウプ主のリプレイ画像ばっかりだろうね。まあ、それしかないもんな。皆様、しばらくウプ主の走りやドリフトを見てください。ドリフトや直線を全開の後ドリフトです。視聴者の皆様方、もう少し我慢をお願いいたします。この辺りは風景と音楽が合ってるな。そうだね、楽しみでいいわね。ドリフトしてトンネルに入るぞ。ウプ主、トンネル内をのびのび走ってるな。出たぞ。ここでやっと追いつくのね。追いつくってか、パックマンが待ってた感じだな。走ってるわ。またウプ主しか映らなくなったな。まあ、一周目はこんなんだよな。視聴者の皆様方、ウプ主の走りと音楽をお楽しみください。ま、二周目から絡み出すのよね。そうだったはずだぜ。もう少し先だがな。確か、このトンネルを出てからよね。出るぞ。ジャンプして着地したら路面が変わるのよね。いたぜ、いたぜ。もう、ウプ主追いかけ回す追いかけ回す。で、トンネル前のコーナーで、ドリフトだけで抜く。めっちゃ、疲れてるやん。トンネル出たわ。今度は、ウプ主が追いかけ回されてるぜ。ずっと、ウプ主と同じ画面にパックマン映るわね。パックマンの走りがすごいな。この画面、ハイジャックを思い出すわ。ウプ主、もう無駄な抵抗はする気ないぜ。はい、簡単に追い越されます。最終ラップは、ウプ主視界に捉えているわね。やっとレースらしくなったぜ。面白い音のくせに速いわ。勝負はこのトンネルを出てからね。そうだな、よし出たぞ。路面が変わって、ドリフトしたら前にいるだろう。いたいた、ウプ主追いかける。またこのコーナーでウプ主にトロなしのドリフトだけで抜くぜ。パックマン、増えてくるわね。ここは花火特急を見ましょう。今のところ、2周目よりは離したか？そうね、まあまあ後ろに見えるわね。ウプ主、この時のためにニトロ2本溜まっているはずだぜ。でも、パックマン距離を詰めてきたわね。
ウプ主、ニトロを使うぜ。話して、勝ったぜ。意外と簡単に勝てたわね。一戦目だからか？次の逆回りはどうなんだろう？じゃ、二戦目というか最終戦だぜ。ウプ主、このコース、得意だし好きだもんね。夜の市街地だしな。この車も扱いやすそうね。だな。おお、また例の音出しているわ。また最初は見えなくなるのかな？そうね、さっきと同じ展開かな？もう、いないぜ。まあ、そのうち見えてくるだろうからニトロを貯めよう。ウプ主の走りも慣れたもんね。見えてくるのを待とうぜ。トンネルも余裕ね。もう、景色を見る余裕があるな。綺麗よね。もうすぐ、逆回りじゃ左で上りになるコーナーだな。綺麗にドリフトするぜ。次はトンネルね。意外とニトロなんか使いやすいトンネルなんだよな。あ、トンネルの出口にいるわ。おお、いるいる、今回は早く現れたな。普通に走っとんな。ウプ主、ドリフトだけで抜いたが、このままじゃすまんだろうな。あ、ミラー見て。ニトロ使って抜かれたな。一周目で想定内なので、ウプ主何もしない。最終コーナーからホームストレートで、ニトロを使ってみる。ニトロで追いついたにしても、意外と近くね。なんか、不気味だぜ。今のところ、目視できているわ。なんとか見えるが、小さくて見にくいぜ。ウプ主の老眼で見えているのか？老眼は進み出したら止まらないからねー。次、また上りの左コーナーね。おっと2匹なかったけど、抜いちゃったぜ。抜いちゃったから、溜まってたニトロを使うぜ。小さくて、ミラーでもよくわからんが話したよな。多分ね。これが最終ラップなら、どんどん使って引き離すんだがな。あ、ウプ主、無駄にニトロ使ってるわ。残しとかなくていいのか？2周目から逃げ切るつもりなのか？多分、抜かれるわよ。ウプ主、最終コーナーでもニトロ使ったぞ。あ、ミラー見て。ウプ主、最終ストレートで簡単に抜かれる。言わんこっちゃない。結局、最終ラップで勝負だな。バックマンに離されてるわよ。目視できないぜ。今、ゴミみたいに小さいのが曲がったが、あれか？いたわ。坂道を普通に走るだけで抜けたぜ。ミラーにも映らないわね。このままじゃすまんだろうがな。この辺りはニトロがよくたまるんだよな。また、最終ストレートで抜かれるのかな。それを見越して、今ニトロ使いまくって逃げるか。パックマンがミラーに映り出してから使うか迷うぜ。あ、ウプ主ニトロ使った。もうすぐ、最終コーナーよ。最終ストレートに入るところで、ウプ主ニトロ使った。逃げ切れたわ。なんか、ようわからんな。勝ったからいいわ。リプレイ行きます。わかってるけど、すぐパックマン見えなくなるのよね。しばらく、ウプ主しか映らんぜ、いいけど。そういや、音楽が2戦目は普通だったんだな。あ、そうね、聞いてなかったわ。ウプ主も、このコースは慣れたもんだな。好きなコースだもんね。もう覚えちゃったからな。左の上りね。
で、路面が変わって、トンネルだ。あ、いたわ。霊夢、ゴキブリみたいに言うよな。ま、確かに車より虫を追いかけてるみたいだな。最初は簡単に抜けるのよね。抜いた後の付き方がエグいな。うぷ主のドリフトが下手なのか、バックマンに綺麗に抜かれる。ほんと、綺麗に抜いていったわね。地上に出ながら最終コーナーでも、なんとか見えるな。それで、うぷ主、ニトロ使ってるけど追いつかないのよね。追いつけそうな距離なんだがな。見えてるもんね。小さいな。おるおる。うぷ主しか映らないわ。すぐ前にいるはずなんだがな。左のボディをドリフトやー。あ、抜いちゃった。それ、言えてるぜ、そんな感じだぜ。うぷ主、ニトロで逃げてる。ドリフトしまくり。逃げる逃げる。関係ないが、やっぱり景色が綺麗なコースだぜ。うぷ主、またニトロを使ってる。なんか、うぷ主の必死さが伝わる走りね。最後のトンネルだ。出て、最終コーナーやぞーってとこらへんで。コーナーの立ち上がりで、もう後ろに疲れてるぜ。ニトロ使ってるのにねー。最終ストレートで簡単に並ばれ、抜かれる。最終ラップね。リプレイ画面では、うぷ主しか映らんが、前にいるはず。3回目の左の上りだ。画面に映ったわ。また、抜いてもうた、って感じだぜ。ついてくるわ。うぷ主、ドリフト。逃げる、少し離したか？リプレイの画面では、変な音はするけど映らないわ。うぷ主、もうニトロでも何でも使って逃げるしかないな。トンネル出て、最終コーナーだわ。最終ストレートだが、結構近くに来てるぜ。ギリギリ逃げ切ったわね。パックマンクリアだぜ。で、お約束、パックマン獲得ね。そうだぜ、もうすぐ、出てんだぞ。来た来た。開いた。出てきた。どう見ても、車の形じゃないな。また、いつものように、うぷ主運転してみるぜ。じゃ、また、いつものコースでデュエルと戦うのね。いつもと同じコースが比較しやすいからな。そうなると、ここね。ま、うぷ主のテストコースみたいなもんだな。スペシャルの、そのまたになのね。なぜか、そういう扱いだ。ここが一番じっくり見れるな。ああ、前輪も二つあったのね。そうだなぁ、一つだと思ってたぜ。何にせよ、前後とも駆動輪じゃないな。ローディングねー。始まるわよ。うぷ主、運転するぜー。できるのかな？最初のビルの下を通過する頃にゃわかるだろう。てか、霊夢見てみろ、最初からニトロ3本満タンだぞ。そりゃ最初置いてかれるはずだわね。でも、ニトロ使わなくても早いぜ。うぷ主、ドリフトは簡単かな？難しいかな？あら、最初のドリフトで抜いちゃったわ。ま、デュエルだから、ついてきてるがな。ま、どこかで抜かれるんだろうな。なんとなく、ドリフトは素直そうね。
1周目でニトロも使っていないしな。ドリフトでスキルオンはするのね。うぷ主、ニトロ使わんな。ドリフトさせて、ニトロの溜まり方を知りたいわね。一応な。さすがに最終ストレートじゃ使うだろうな。あ、うぷ主使った。使わんと、もったいないよな。なんか、ニトロの溜まり方も早くない？そんな気もするな、もうすぐ満タンだぜ。また、3本溜まった。ミラーにはデュエルが全く映らないわね。うぷ主もニトロを使わないし。ここは、ノリノリの音楽でも聴いているか？そうね、やっぱり、この音楽ね。お、うぷ主、もったいないんでここでニトロ使ったな。多分、リプレイ映像では、ちびりそうなくらい近くにいそうだがな。あ、もう3本溜まった、でうぷ主使った。次、最終ラップよ。デュエル来ないよな。うぷ主もデュエルが来ないんで、ミラーを見てたら。後ろを確認しすぎて、ガードレールに激突してるぞ。うぷ主、運転下手なんか？なんて言ってたら、しっかりミラーに映ってるわよ。ほんまやんけい。やっぱり、ただじゃすまんよな。ここまで来たら、逃げ切るしかないかな？うぷ主、ニトロを使う。ちょっと、離せたかな？はい、3本満タンよ。最終コーナー、最終ストレートだぞ。よし、うぷ主、ニトロ使った。よっしゃ、いけた。リプレイ見ようぜ。このアングルは間抜けすぎるわ。これもな。おお、せやな。さらに大きくて気持ち悪いわ。なぜか、デュエルが映ると落ち着くぜ。け。何事もなく、デュエルを抜いたな。パックマン綺麗にドリフトしてるわねー。ここでもそうだな。まだ、すぐ後ろにデュエルがついてるわ。これから、どんどん離していくんだよな。早い早い。めっちゃ飛んでる。コンパクトに曲がってるな。ドリフト、綺麗ねー。やっと、うぷ主、ニトロ使うんだよな。やっぱり、リプレイ画面じゃデュエルは近くにいるな。2周目ね。なんか、うぷ主、調子こいて優雅に走ってるわね。そうだな。うぷ主、今までで一番うまく走ってないか？そんな感じねー。運転しやすいんだろうね。変な形だけど。やっぱり、綺麗に曲がるよな。綺麗にドリフトして。うぷ主、ニトロを使う。ミラーじゃ確認しづらいが、デュエルは近いな。最終ラップね。なんか、パックマンがかっこよく見えてきたぜ。で、うぷ主、ミラー見ててガードレールに激突。うぷ主、合わせてニトロを使う。おお、デュエル、すぐ後ろにいるわよ。やっぱり、最終ラップにはデュエル来たな。うぷ主、逃げる逃げる。うぷ主、またニトロを使う。うぷ主、飛ぶ。離したか？最終コーナー、ドリフト。うぷ主、最終ストレートもニトロ使いまくり。なんとか、逃げ切ったわね。
勝ってよかったぜ。やっぱり、パックマンもスペシャルなのね。そうだったよな。ということで終わりにしよう。そうしましょう。てか、何？このどこかで見た画面は？もう、わかるぜ。はいはい。今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。